内装型の近接防御兵器、ナベルタイディグングスワフ近接防御兵器とは、第二次世界大戦時に、ドイツ軍によって開発された、装甲戦闘車両に接近してきた敵兵に対し、遠膜弾体の弾頭を発射する装置である。最初のものは、ミナナブワーファウリクチューングの名称で、3号戦車の一部、車両や、ティーガー i 重戦車の初期型に装備され、車体の四隅と、 車体中央左端に外装式に設置されていた。これは S マイン発射灯と呼ばれる単純な筒型の発射装置で、玉体には SMI35S マインの新幹を電気式としたものが用いられ、車内からの操作によって作動させた。この装置は、車外に出なければ自弾の再装填ができない。 戦闘によって容易に破損する、被弾等で誤作動すると、自社の周囲に被害をもたらすため危険である、といった問題が指摘された。同様の構造の発煙弾発射器、及び外装式発煙筒にも同じ問題が指摘されたため、これを受けて、装甲車両の天井部に設置する内装型の発射装置である、ナベルタイリングスワフが開発され、 対戦後期の戦車や突撃砲に装備された。なお、過去の文献ではこのナベルタイリグングスワフは S マイン発射機とも呼ばれ、前述の SMI-35 及びその発展系を直接発射することが主眼の装備であると解説されていることがあるが、これはシュネルナベルカーズ39円幕弾と SMI-35 を混同したところから生じた誤解であり、ナベルタイデグングスワフから S マイン自体を発射することは想定されていない。ナベルタイディグングスワフは、方針内径 92mm39 度の固定角が付けられた後装式の発射装置で、発射機と旋回板で構成され、旋回板は発射灯ごと摂取360度旋回させることができ、超ネジを用いて任意の方向で固定できた。使用時には発射機下部の閉鎖機構を開けて、 シュネルナベルカーズ39を装填、褒美を閉鎖し、打撃機構をコッキングした後に引き金を引けば新艦が打撃されて点火、出される。また、発射機の閉鎖機構を解放した状態では、信号拳銃改造の敵弾銃、ワルサーカンプピストルを射撃する射撃機構として用いることも可能で、敵弾銃を用いて、対人用敵弾他の弾頭を発射することができ、 これにより敵弾発射器や信号弾発射器としても使用できた。なお、発射口から雨水が侵入することを防ぐため、また方針内に異物が詰まることを防ぐため、方針内径と同じ寸法の線と呼ばれるが用意されており、これによって使用時以外には発射口は塞がれていた。この線については、装填前に法備速から抜き取った後に装置を使用したとされているが、 資料によっては、線は外部から発射口に被せるもので、戦闘前に外から抜き取るか、方尾側から方向側へ押し出して外したと解説されており、内刺し式、外装式の2種類の方式があった内部から、あるいは外部からどちらからでも外すことができたと諸説ある。T r I の砲塔上面に装備されたナベルタイディグングスワフナベルタイディグングスワフは、 戦争後期に生産された、砲塔もしくは、閉鎖式戦闘室を持つドイツ軍、装甲戦闘車両の標準装備とされたが、生産の遅れから装備されないままの車両も多かった。未装備の車両には装着口に、円形の装甲板を開けて塞いでいるものが見受けられる。タイガー1、インフォ、タイガーオースフ、EE、S、マインコントロールズ2021年8月11日。 閲覧 ABCDEF 大、ナベルタイディグングスワフ2021年8月11日、閲覧、大ナベルタイディグングスワフ、ビヒクルマウンティングス2021年8月11日、閲覧撃破車両の写真に写っている例。この画像では、線は外側に外れている塞がれている例。ありがとうございます。